芦屋市議会の臨時本会議は午前10時に始まり、先月史上最年少の26歳で市長選挙に当選した高島亮介市長や市議会議員らが集まりました。高島市長は選挙戦で JR 芦屋駅南地区の再開発事業の見直しや教育改革などを訴えて当選、初めて本会議の場に立ち所信表明を行いました。芦屋の公教育で芦屋の未来が決まります。市民の皆様と共に芦屋の未来を作り上げる、この場に立ち改めてそう決意しています。来月には定例会が始まり、議員らと論戦を交わすことになります。